チャリ旅。今回は兵庫県淡路島を巡ります。さあ、淡路島出発しました。皆さんね、こちら今回私岩屋港というところからスタートしたんですけども、岩屋港からねスタートされる方はですね、フェリーに乗って来られる方が多いんじゃないでしょうか。明石からねフェリーに乗ってくるとすごく旅をしたように、あ、ここ0キロスタートですね、思います。自転車で旅するのは平野ゆかりさん。 e バイクで淡路島の北側およそ70キロを走ります。まず今目指しているのは東浦のバスターミナルの方です。今から多分30分ぐらいかな、走っていきますね。あー、海が見えてきましたね。やっぱり淡路島といったら海、綺麗ですね。さあ、なんかね、トレーラーがいっぱい並んでるとこ見えてきましたよ。すごい綺麗。カラフルなコンテナが SNS 映えするとして話題の淡路シェフガーデン。コンテナ一つ一つが人気のレストラン。定番の海鮮に淡路島バーガー、さらにはフレンチ、イタリアン、韓国、タイ、スパイスカレーと、それぞれのお店では淡路島の旬の食材を使った自慢の料理が楽しめます。料理をいただくのは大阪と神戸の海を一望できる屋外テラス。淡路島特産のハモのカツサンドはボリューム満点です。これから始まるサイクリングの栄養補給にもぴったりです。この淡路島にはですね、国海神話というのがありまして、ここから淡路島から、日本列島ができたよという神話がありますね。さあ、もう間もなく到着です。練馬がいます。さあ、やってきました、東浦バスターミナルです。今ね、ちょうどね、旬の、新玉ねぎが置いてあるんですよ。こっちもね、こっちもあります。めちゃくちゃ甘いんですよ。で、淡路島の新玉ねぎって甘さと辛みが少ないことと柔らかさ、この3つが揃っててむちゃくちゃ美味しいので、ぜひお土産におすすめです。なんかいい匂いしますね。じゃーん、島のつぼ焼き芋です。美味しそう。あ、じゃあこれ中開けてもらってもいいですか。どんな風にいるんですか。どうぞ。うわー、吊るされてますね。昔ながらの焼き芋の焼き方って感じかな。これね、450円です。一本もらっていいですか。ありがとうございます。こちら、つぼ焼きにすることでめっちゃうまくなるって聞きました。そう、そうなんですよ。そうですよね。熱いですよ。気をつけて。はい、ありがとうございます。熱って言いながら食べてもらった。めっちゃ熱々。いけたー、めっちゃ美味しそう。うん、めっちゃ美味しいです。甘くてねっとりしててめちゃくちゃ甘いです。やっぱつぼ焼きの方が甘いかな。チャリ旅、ここに来たらですね、外せないものがあります。それはね、タコの姿焼きなんです。道の駅東浦ターミナルパークといえば、特産のタコを丸ごと1匹プレスして焼き上げる姿焼きが名物なんですが、今はちょっと異変が起きているようです。あれ、今それタコですか。イカなんですよ。イカなんですね、はい、タコは今取れないんですか。取れないんです、去年から。あ、そうなんですね。はい、じゃあイカ入ります。でもイカでも美味しそうですね。美味しいですよ、イカも。じゃあイカ焼けました。わあ、すごいすごい、美味しそう。ありがとうございます。これ、あの、味ってついてるんですか。あの、タレに漬け込んでるから味はついてます。うわ、そうやな。これめっちゃ美味しそう。うん、
柔らかくてめっちゃ美味しいですよ。確かにめっちゃタレ効いてて、こちらですね、シクリズム淡路さんって言ってレンタサイクルされてます。こちらですね、トレイクっていうメーカーのバイクなんですけども、アメリカナンバーワンの、ブランドになっています。でここのレンタサイクルすごいのが、まあ、Eバイクもクロスバイクも大人のバイクも子どものバイクもですね、いろんなバイクがあるんですよ。修学旅行生を受け入れるぐらいたくさんの数をお持ちなのが、こちらのレンタサイクルです。ちなみに今日私がですね、岩屋港から出発したんですけども、そこにもですね、フェリーでみんな来たら届けてくれるみたいなんで、手ぶらで来たい方はこちらでレンタサイクルして、でフェリーで着いたらもう自転車がある状態でそこから出発することができます。道の駅東浦ターミナルパークから走ることおよそ10分、白い鳥居が目を引く伊勢車神社へと。この神社のすぐそばに最近オープンしたばかりのお店で名物スムージーをいただきます。豆乳と甘酒をベースに作っているプラントベースのスムージーになってます。デーツって言って、うちの甘いさはお砂糖ではなく、こう植物のデーツシロップからの甘みを、のものを使わず、食物のものだけで甘みを取ったり、その体に優しくて、エネルギー値の高いスムージーになってます。自家製の焼いてるグラノーラになってます。このハーブも食べれるんですよ。で、無農薬で。淡路島のチャリ旅、まだまだ続きます。